DRA などと打っていただきますと、多分これが、出てまいります。DDBJ シーケンスリードアーカイブホームというところです。ぜひお手元で開いていただきたいんですけれども、これはロシの454であるとかイルミナジェノムナライザー、ソリッドなどの次世代シーケンスからの、出力データのためのデータベースであります。で、DRA はインターナショナルニュークレオタイドシーケンスデータベースコラボレーションの枠組みで実施しておりますので、我々のところに登録されて公開されたデータは NCBI の SRA シーケンスリードアーカイブと、ヨーロピアンニュークレオタイドアーカイブ ENA の SRA のところにも、サーキュレーションします。で、NCBI で公開されたものは我々のところでももちろん検索公開ダウンロードが可能です。で、ですね、ここに収めてあるデータというのはこのダウンロードというところからですね、ダウンロードできるようになっておりまして、もうこれただどさっと FTP で置いてあるだけなんですけれども、ここからダウンロードしていただけます。で、我々のデータのみならず、NCBI、EBI から、登録されたものも、ダウンロードできます。で、我々のデータはこの DRA という名前がついておりまして、ヨーロピアンニュークレオタイドアーカイブのものは ERA で、アメリカがやっているものは SRA ですね、シーケンスリードアーカイブというプレフィックスがついております。で、これすべてここから、ダウンロードできるような形になっております。で、国際連携でやってますよと偉そうなことを言うわけなんですが、この公開データの量を見てみますと、ちょっとこれ2011年で古いデータなんですけれども、ほぼ 90% 9割がアメリカの、SRA に登録されたデータです。で、数パーセントが ERA に登録されたもので、我々 DRA から登録されたデータっていうのはこのてっぺんにペロッとくっついてる赤い部分でしかないわけですね。で、これは DDBJ が頑張ってないとかですね、日本に新型シーケンサーがあまり入ってないっていう話ではなくて、日本の研究者は、自分でシーケンスしたものをなかなかリリースしないという傾向があるので、こんなことになってるわけですね。で、皆さんも新型シーケンサーでデータを決めて、論文書いたらぜひ公開してください、割とみっともない状況にあります。で、このような状況で、今新型シーケンサーのアーカイブを、国際連携でやっておりまして、で、じゃあどういうデータがあるのよということなんですが、この DRA サーチというところから検索していただくのが便利です。で、これは NCBI でももちろん検索できるし、ヨーロピアンニュークレオタイドアーカイブでも検索できるんですが、我々後発のメリットがありまして、シーケンス DDBJ のこの DRA サーチが、SRA このシーケンスリードアーカイブを検索する上では一番便利という定評を得ております。で、これは我々を胸張って皆さんにご提供できるので、ぜひ使ってみてください。で、この先ほどの DDBJ シーケンスリードアーカイブのサーチというところから入っていただきますと、この DRA サーチのページに行きます。で、こんなようなページになっておりますが、非常にシンプルなサーチエンジンになっておりまして、オーガニズム、生物種名を入れていただいて、スタディのタイプをここから選んでいただきましてとかですね、あるいはそういった組み合わせで選ぶことができます。例えば白犬ナズナの、じゃあ新型シーケンサーの配列にはどんなものがあるんだということになりますと、アラビぐらいまで入れていただきますと保管がされますので、ライラータでもサリアナでも選んでいただきまして、アラビドフィスサリアナ、白犬ナズナを選んでいただきます。で、このままサーチしちゃってもいいですし、ここからさらにスタディタイプを絞り込むこともできます。アラビドフィスサリアナで、RNA シックですね、いわゆる発現解析をやっているものをじゃあ見つけてみようじゃないかということをやっていただきますと、アラビドフィスサリアナ RNA シックで、サーチかけますと、このように、いろいろ出てきます。で、アラビドプシスの白犬ナズナの RNA シーケンスの、スタディ登録されているスタディは今42個ありまして、このように、いろんなところデュークであるとかですね、GEO から登録されているのもありますし、ソークがやっているのもありますし、こうした、データがあるなっていうのは分かってまいります。で、
その中で、SRP06839、まあ、一番上に出てきてるやつですね、とりあえず見てみましょうということで、この SRP006839、これはハイレゾリューションプロファイリングオブスモール RNA インデアラビドプシスサリアナルートという RNA-seq の、デュークがやった、結果ですけれども、これのスタディというところを叩きますと、この、このスタディの脳書きですね、タイトルであるとか、このスタディタイプが何であるかで、どのような研究での結果のファイルであるかといった、サマリーが出てきます。で、ちゃんとした登録者だとここのところに結構ですね、どうやって取って、何のためにやってるのかみたいなことをちゃんと書いてくれていますので、まあ、ここを見て、あ、これなんか面白そうだねと思ったら、こちらからですね、エクスペリメントであるとかサンプルであるとか、この辺の実データをダウンロードしてきていただいて、で、自分で再解析することができるわけです。で、この、 データを使って、出ている論文に関してはここのハントレリンクから開いていただければ、論文のパブメドの論文のサマリーが出てきます。これあたりはもう論文が出ておりますので、彼らはこれのデータを使って論文を書いて、で、あとは、自由に再利用してくださいという形で、公開してくれているわけです。非常にありがたいデータなわけですね。で、彼らが解析に使った以上のことを、我々は再解析、他のデータと合わせて再解析してまた、新しい知見を得るみたいなことももちろん可能なわけです。で、ぜひこういう形で、既に自分がやらなくても既に、やりたいデータというものが世の中に公開されている可能性がありますので、ぜひ、使って探してみてください。ここで今アラビドプシスでやりましたけど、皆さん今お使いの生物材料などがありましたら、ぜひそれで探してみてください。で、まあ、ここではスタディという形で研究という形でまとめられていた部分を探しましたけど、そのスタディの中にはエクスペリメントであるとかサンプルといったデータが内包されています。で、同じスタディであっても複数の実験をやっている場合には、その実験ごとに、別々のデータが登録されていますので、まあ、ここを眺めてみて、データを取ってくるということができます。つまり、どういう構造になっているかというとですね、SRA シーケンスリーダーアーカイブのメタデータというのは単一なフラットな構造を取っておりませんで、スタディという形の、一番トップ のデータの、コンテナがあります。で、そこにはこれはどういう研究なのか、どういうプロジェクトで文献がどういうふうについているかという情報が収められていまして、その下にエクスペリメントが複数、1からあるいは多数エクスペリメントがぶら下がっていることがあります。で、一つのスタディに関してもいろんなシーケンサーを使ったりですね、別々のライブラリを使ったりした場合には、スタディの中に、複数のエクスペリメントが入っているということがもちろんありますので、こういう形になっています。で、さらにその実験の中で、欄が複数ある場合ですね、シーケンスを決めた欄が複数ある場合は、その下に欄がぶら下が多数ぶら下がっていたりするということになります。で、さらにその、エクスペリメントにはそれぞれどういう生物でどういうストレインでタクソノミー ID がどうなっているかっていうサンプル情報がぶら下がっているわけです。で、例えばそのメタデータの構成の例で言いますと、培養細胞を使ってある培養細胞を使って何かの薬剤処理をして、0時間後、12時間後、24時間後の転写プロファイル解析をしたみたいなデータのセットがあった場合には、スタディとしては、ここにこういうスタディですよという記述があって、その下にエクスペリメントとして0時間、12時間、24時間、薬剤処理後別々のエクスペリメントがあるわけですから、バラバラにあるわけです。で、それぞれのエクスペリメントに、まあ、1個あるいは複数の欄がぶら下がっていると、まあ、こういう構造になっています。で、多少ややこしいんですが、例えば、同じスタディで後からデータを追加したみたいな場合に、さらからゼロからデータ登録することなしに、これに36時間後のデータを付け加えたいみたいな時には、ここにペット付け加えればいいだけなので、複雑な解析、プロジェクトとしての解析登録がしやすい形になっています。で、こういうどういうスキーマがあって、どういう、まあ、これは XML で登録されているわけですけれども、どういう登録形態になっているかっていうのは、このドキュメンテーションを見ていただきますと、そこに詳細なドキュメントを日本語英語で作っておりますので、ぜひご覧ください。で、分からなければご質問いただければ担当者が回答いたしますので、ぜひ眺めてみてください。で、こういう形で、はい、データをね、はい、登録できるだけしましょうはい。
使う方の側でもらうことになったけど、はい、これはあの私とかあの次世代シークエンサーのデータは外注でやってて、ビューワーで、見れるようにして、それをプロダクトとしてお金出してやってくれてるので、そういうデータをこれに登録するとね、はい、この窓口に相談すれば、それをそのビューワーで見れるデータを送れば登録できるんですか。フォーマットが、なんか国際基準みたいなフォーマットがあるんですか？ありますね、はい。で、それを外注に出している先が、例えばイルミナさんであるとか北海道さんであるとか、まあ、割と大手のところですと、すでにあのこの XML の形である程度埋めて返してくれます、はい、あのこの登録できる形でになっているファイルですね、そのメタデータっていうんですか、データ以外の部分ですね、それをある程度埋めて返してくれているので、ここまでできてるけどあと何が足りないんだみたいなことを聞いていただければ、はい。逆にその XML っていうデータを手に入れた、はい、それを見るには、はい、どの遺伝子がどんだけ発現しているかっていうのは分かるんですけど、はい、それはあの何ですか、どういう形で、おそらくあのどの遺伝子がどのくらい発現しているかっていうのはすでに処理済みなデータになるんですよ。でここは生データなので、どういう実験をやって、でシーケンスから出てきたファイルそのままを収めるのがここの場所になります。でですので、ビューワーで見れる形になっているのはすでにある程度解析済みなんですね。はい、質問し方変えると、ここから人のデータを持っている場合は、はい、ビューワーになってないと見にくいですよね、うん、はい、それはどうやってビューワーに持っていく、はい、それは例えばあの RNA シップでしたら、一つのリファレンス、まあ、アラビトプシスのゲノムの上にこうこの辺が発現してますよみたいなものを重ねていって、で、ここが10でここが5みたいな集計をしたものをこうグラフで見たいわけですよね。こういう形です。でこういう形にあの一つのすでに分かっているリファレンスの上にマッピングですね、まあ、要するにあの相当性解析やって貼り付けていくというような作業が必要になるんですが、そこはここには入っていないので、そういう作業をする必要があります。で、そういう作業をする、ための枠組みを提供してまして、これを今からお話しします、はい。で、今すごくいい導入になったんですが、元データがあのその元のデータがあっても、じゃあどうしたらいいのよっていうところがあると思います。で、それを、手元の Mac とかでやるのはかなりしんどい仕事になります。何しろデータが大量ですので。で、そういう時にどうしたらいいかというと、我々の遺伝研にはスーパーコンピューターが入ってます。で、昨年の11月時点で、全世界で280位、あのスーパーコンピュータートップ500の中のランキングを見ると280位という、なんかまあ早いんだか早くないんだかよくわからない感じのスーパーコンピューターがあるんですが、まあ、国内では確か11位か12位の、かなりすごい、生物系では、とんでもなくすごいスーパーコンピューターがあります。でこういうものを使う と、そうしたマッピングであるとか、あるいはバラの配列からアセンブルして元のゲノムを再構築するみたいな仕事が比較的楽にできます。ですので、それを使い倒していただこうと思うんですが、例えば DDBJ スーパーコンピューター、あるいは遺伝研スーパーコンピューターで検索していただきますと、このスーパーコンピューターシステムの利用申し込みというページが出てきまして、で、申し込んでいただくとアカウントが出て、でログインして使うことができるんですが、ログインして、コマンドラインを叩いて、で結果を得るっていうのは割と普通のウェットの生物学者には大変な作業でして、これをウェブの上でポチ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 クリックするだけで、ある程度の解析ができるようにしようじゃないかというフレームワークを作っています。でそれが今からご紹介する DDBJ パイプラインというやつです。で、ついでにあのスパコンの概要を説明しておきますと、ラスターという、まあ、非常に高速なハードディスクですね。こいつが、今5ペタバイト入ってます。で来年2ペタ増強します。で、非常に大容量なんだけれども、使ってない時にはあのディスクをスピンダウンして遅くしちゃうで、省電力になるハードディスクが、今 2.5 ペタ入っています。で、ノードとしては新ノード、薄いノードとして、メモリーが64ギガ積んだものが700台、まあ、これは普通の PC が700あるようなスペックですね。で、メモリーが2テラあるものが、2台入っています。
で、メモリが、メインメモリが10テラ、これはあのディスクじゃなくてメモリが10テラあるものが、ファット、太っちょノードと呼んでますけども、これが1台あります。で、この2とか10テラ載せているような化け物みたいなものは、あの配列をアセンブルするときにとても便利です。で、普通アセンブルをその辺の小さなマシンでやってると、大体メモリ足りなくなって落ちるんですけれども、この辺を使っていただくととてもアセンブルが便利です。で、いや、そうだ。で、トップ500で見ると280という、ものになります。で、ただこれをあの使いこなすのは大変なので、ウェブの上からデータをサブミットして、で、ある程度の処理ができるようにしましょうというものを作っておりまして、これが DDBJ パイプラインという名前で提供しています。で、情報処理用語であのパイプラインというのは、いろんなプログラムを直列に連結して、工場などの流れ作業のようにプログラムを連続して走らせてデータの処理を高速化、定型化する技術のことを言います。で、新型シーケンサーからのデータを DDBJ のスーパーコンピューターを使って解析できるような、こう連続処理ができるパイプラインを用意しまして、膨大なデータを解析するための計算機資源を自分のところで用意しなくてもいいように、また複雑な情報処理技術なしで各種の解析処理がボタン一つで実行できるようにと作りました。で、これがどこにあるかといいますと、まずはあの DDBJ のホームページを開いていただきましてですね、というか、もし先ほどあの DDBJ シーケンスリードアーカイブが開きっぱなしになっていましたら、ここのパイプラインというのがそれです。あるいはもう閉じてしまった方はですね、DDBJ パイプラインで、検索していただければ DDBJ リードアノテーションパイプラインというのが、出てくるはずです。こんなページです。で、まあ殺風景なページなんですが、一応日本語のマニュアルなどもチュートリアルなどもあります。で、DDBJ のホームページからはですね、ここの NGS データ解析というところから、言っていただけます。で、概念はと言いますと、研究者がウェブサーバーで、こうウェブのインターフェースでポチポチとクリックするだけでですね、DDBJ のスーパーコンピューターが裏でえらい勢いで働いて、簡単に解析ができると。で、計算資源が大抵足りないことになります。 NGS の解析するともう非常に計算資源が足りないので、スパコンを使いましょう。ただ、スパコンを使うなんてめんどくさいよっていう方は、もうウェブブラウザから自分でポチポチ解析できるように、サポートしましょうというタイプのツールです。で、これがどういうものかといいますと、またこれ後で、手元でやっていただこうと思いますけれども、よく使われる解析用ソフトウェアを用意しました。で、例えば論文によくあるようなリファレンスジェノムマッピングですね。で、マッピングというのは、先ほどご紹介したようにリファレンスのゲノムがすでに決まっている場合、例えばヒューマンとかアラビドプシスとかですね、まあ、今3000種じゃない、もう数千種決まってますけれども、そういうすでに分かっているリファレンスゲノムの上に自分が決めた RNA のシーケンスみたいなものを貼り付けていく、まあ、これをマッピングと言います。で、これは非常によくあるよくやる解析ですね。で、もう一つは下の方にありますが、デノボアセンブリーというやつで、バラバラなゲノムをバラバラにした配列をかき集めて、元のゲノムを再構成する、まあ、これがアセンブリーで、こっちがマッピングですね。だいたいこの2つが NGS 使って行う一番基本的な解析、2種類の解析になりますけれども、それで、その2つの解析によく使われるソフトウェアを、の最新版をご用意しましたということです。で、ブラッド、マーク、BWA、サッハ2、ソーフ、ボータイ、トップハットというような、よく使われる、よく論文で見るようなマッピングソフトウェアを用意しています。で、デノボのアセンブリーに関しては、まあ後でご紹介しますけど、ベルベットであるとかソープデノボであるとかよく使われるものを用意していますので、それを選べばいい。で、例えばこのマッピングする場合には、このリファレンスのシーケンスが必要でして、リファレンスを何使うかっていうのでまた結果が変わってくるんですね。で、リファレンスもいろんなバージョンがあって困っちゃうんですが、まあ、それも一通り用意しました。で、例えばイネ、オリザサティバであれば ILGSP の 4.5 という最新版か、それより2つ古いぐらいまでのもの、あるいはタイガーの、アメリカでよく使われているタイガーのバージョンというものを複数用意しています。で、マウスであれば MM の7から9と NCBI の、最近の2つのビルド
でアラビドフィチスであればテア8テア9とあと今テア10も入ってますけれどもいくつかのバージョンも用意しています。で、こういうものをじゃあこれに対して、じゃあマッピングしたその結果を出してくださいといったことが簡単にできるようになっています。で、まあ、今もう言ってしまったのでこれは繰り返しませんけれども、TDBJ の巨大なスパコンの上で、アセンブルマッピングができるようになっています。で、ではここからですね、実際に、ちょっとやってみましょうというところですね。で、まあ、一つはバクテリアの新型シーケンサーによるデータをアセンブルしてみるということと、もう一つは、白犬ナズナの先ほどの RNA-seq をテアの特定のバージョン、特定のリファレンスに対してマッピングするという操作が、いかに簡単であるかというのをちょっとご紹介したいと思います。で今まあ、これたまたま例でやってみますけれども、もし自分がご自身がご興味のある NGS の公開配列が先ほどの SRA サーチで見つかるようであれば、それでぜひトライしてみてください。で、こうすでに、手元のところでこの PDDBJ ニュー ACJP が開いていましたら、ここからゲストとしてログインというところを押していただきますと、ここですね、ゲストとしてログインという右上のボタンを押していただきますと、ゲストアカウントでログインいたします。でそうすると、今ここの上のところにですね、FTP アップロードプライベート DRA エントリーインポートパブリック DRA プリプロセッシング HTTP アップロードとありますが、ここはどういうファイルを検索したい、どういうファイルを扱いたいかというのを選ぶ、ページになります。まずここが、一番最初の入り口ですね。で、出てないと思うんですが、もし接続の安全性を確認できませんというのが出たらセキュリティの例外を承認してあげてください。なんか何か文句言われて困っている方がいたらいつでも手を挙げていただければと思います。で、処理に使う配列ファイルの用意ですが、今開いているところですね、プライベート DRA エントリーというところに列挙されているのは、すでにこのゲストアカウントで我々がデモ用とかのためにアップロードしてあるファイルです。で、今、見えているのが、DRA000001 という DRA の記念すべき第1号の登録なんですが、これはどういうものかというと、バシルス・サピルスの納豆ですね、納豆菌のホールゲノムのデータが、一つデモ用にロードしてあります。で、今、まあ、ここにじゃあどうやってそれをアップロードするんだっていう話なんですが、お手元に NGS の配列があったら、この FTP アップロードというところからファイルトランスファープロトコルですね、Mac でお使いの方はサイバーダックとかあると思うんですが、Windows の方は FFFTP とかかな、ファイルトランスファープロトコルでここにアップロード、ご自身の手元にある配列をここにアップロードすることができます。でアップロードが終わるとここにこのプライベート DRA エントリーの中に現れてきます。で、次に、そうですね、公開データをインポートしたい場合にはこのインポートパブリック DRA というところから、インポートしていただくことができます。で先ほどの DRA サーチでなんか興味のある配列を探してきていただいて、で、それのアクセッションナンバーが分かったら、DRA000001、まあ、これ先ほどのもうすでにアップロードされているものですから、やりませんけれども、ここに乗っけて解析したい公開データがあったら、そのアクセッションナンバーをここに書いていただいて、ここを押していただければ、ちょっと展開に時間かかりますけれども、まあ、数分すれば、使えるようになります。で、もう一つはですね、この隣にプリプロセッシングというファイル、ファイル群がありますけれども、これはこちらの左側にあるプリプロセッシングというところでですね、前処理をした結果がここに収められています。で、前処理っていうのはじゃあ何なんだと、申しますとですね、
あ、これか、まあ、ここから前処理に持ち込むことができるわけで、例えばこれすでにアップロードされているバシラス納豆のデータをプリプロセスに前処理することができるわけなんですけれども、今プリプロセスから入りまして、すでにアップロードされているデータのプリプロセスを行うというNEXT という処理をしましたが、もう一回やりますね、ちょっと分かりにくいんで、プリプロセスしたいですという時にはこのプリプロセッシングから入っていただいて、で、すでに手元にあるアップロードされたファイルの中のどれかを選んでいただいて、で、NEXT を押します。でそうすると、プリプロセス の, パラメータセッティングのページに行きますけれども、クオリティバリューのタイプがどういうものであるか、まあ、ちょっとクオリティを表現する方法に2種類ありまして、どっちかっていうのはちょっと自分で見ていただいて指定していただかないといけないんですが、まあ、例えば一般的なフレッドプラス33 で、QV スレッショルド19としますと、クオリティバリューが19より低いところが続いていたらそこを切ってしまうと、切り捨てるというような前処理をします。で、この前処理は NGS のデータにおいては非常に大事で、下手をするとろくでもないランの場合に半分ぐらいデータを捨てないとまともな結果が返ってこない場合があります。で、下手くそな配列登録、クオリティが非常に低いような配列が混ざっているとアセンブリもうまくいきませんし、マッピングもノイズだらけになりますので、この、もしやってみてうまくいかない、まあ、ざっくりマッピングなりアセンブルなりやってみてうまくいかないっていう時にはこのプリプロセスのをきつめにやってですね、汚いデータをまず全部洗いざらい捨ててからやり直すというようなことが、望まれる場合があります。で、そういうことができる、簡単にできるサイトも、まあ、このように用意しているわけです。で、ちょっとプリプロセスに関してはやや脱線気味だったので、で、そうやってプリプロセスが終わったデータがですね、この先ほどの今からどういうファイル、どのファイルを処理しますかという画面の中のこのプリプロセッシングというところに現れてきます。で、これはもうプリプロセス済みのファイルでして、割と汚い配列を除去したようなものがここに並んでいます。で、あとはもう一つはそれほどファイルが大きくなければ FTP ではなくて HTTP アップロードですね、ウェブサーバーの上からアップロード、ファイルをアップロードするようなこともできます。で、こういった形で、いくつかの自分のデータをアップロードしたり、あるいは、パブリックなものをインポートしてきたり、あるいはそれが汚ければ、きれいにしたりですね、そういったところからデータを、まあ、取り込んでいただくことができます。で、ちょっとごちゃごちゃしたんですが、とりあえず今回はすでにアップロードしているあるファイルが、まあ、このようにいろいろたくさんあるわけなんですけれども、まあ、せっかくなんでこの DRA00001、まあ、他のものを選んでいただいても構いません。他のものを選ぶとここに他のものが出てきますけれども、DRA00001 の納豆菌の、ホールゲノムシーケンスのデータをアセンブルしてみるというところから始めてみましょう。で、この納豆菌 の, 先ほど言ったようなサブミッションであるとかサンプルスタディエクスペリエントランの、それぞれの、ファイルはここにありまして、それを見たければここで、見ることができるんですが、まあ、それは置いといてですね、ランのファイルというのが、これになります。で、ここに実データが入っているわけです。で、こちらがサンプルであるとかスタディであるとかの情報ですので、ここのところが実データでして、で、こいつを選んであげまして、これはイルミナのペアードのデータですね。で、これを選んで、NEXT、次のページに遷移します。まあ、これを使いましょうということですね。で、そうしますとさっき言いました、いろんなソフトウェアがすでに使える状態になってますよというページに行きまして、今回はリファレンスゲノムマッピング、リファレンスへのマッピングではなくてホールゲノムショットガンのデータのアセンブリですから、下の方のデノボアセンブリを選んでいただきます。で、アセンブリを選んでいただいてアセンブルに使うソフトウェア、
まあ、ソープデノボであるとかアビスであるとかベルベットであるとかトリニティであるとか、を使うことができるわけですが、まあ、ここではちょっと古典的ではありますが、古典的によく使われている、バクテリアのアセブリによく使われているベルベットを選んでみましょう。で、ツールを選んだところで NEXT、 次のページに遷移します。でそうすると、今これあのペアエンドのデータですけれども、このペアエンドのデータが、どういうタイプのものか、メイトペアなのかペアエンドなのかっていうのを聞いてきますので、これはあのペアエンドなんでペアエンドを選びます。で、そうすると、ペアエンドで、36ベースのレングスのこれを使いますけどいいですかと、クエリセットができましたいいですかというので、これは NEXT へ行きます。でそうすると、これベルベットの、パラメータオプションのパラメータを振ることができますけれども、まあ、初めてやられるんであればもうこのまんまのデフォルトのパラメータで走らせてみたら良いと思います。で、もし何か の論文文献をなどを、参考にアセンブルなりマッピングなりされるんであって、その論文にあの細かいパラメータの指定などがあるようであれば、あのそれに従っていただければ、ここに入力していただければ、そのパラメータでやることができます。まあ、最初はおそらくこれデフォルトでかけてみて様子をご覧になったら良いと思います。でこれで NEXT を押しますと、これでもうあの確認の画面になります。で、データとしてはこの DRR00001 ですね、ホルゲノショトガンのデータを使って、このパラメータでかけますよということで、で、シーケンスじゃないや、アセンブルが終わったら、あなたのところにメールが行きますよということで、ここにメールアドレスを入れていただいてですね、で、ランを押すんですが、ちょっとすいません、ランを押さないでください。今ランを押すとみんながあのバクテリア1個分を一気に投入することになって、落ちはしないけどなんかえらいことになりますので、これでもうあとはランを押していただければ、アセンブルが走ります。スーパーコンピューターの上でアセンブルが走ります。で、まあ、あのこのようにですね、ポチポチポチっと何回か、押すだけでですね、アセンブルができます。で、まあ、例えば今ランを押さないでと言いましたが、まあ、あの 2,3 人押していただいても構わないですが、ランを押したとしたらどうなるかというと、データが投入されて、そのジョブの状況はこの、ジョブステータスというところから見ることができます。で、先ほどのところからですね、まあ、これ今ランを押したと思ってですね、このジョブステータスのデノボアセンブリのジョブステータスをご覧になってみてください。ここですね、ジョブステータスのデノボアセンブリのところです。で、これはですね、私が昨日かな、昨日このゲストアカウントで試しにこの DRA00001 に対してベルベットで、かけてみた、リードが、900、まあ、約1000万リードあったわけですね。でこれでベルベットをかけた結果なんですが、実行中だとスタートタイムだけが出ててエンドタイムが出てなくてエラプスが伸びていくだけなんですけれども、これはもう終わってまして、昨日の昼ごろかけまして12時ごろかけて、16時ごろに終わってます。で、スーパーコンピューターを使うとこのぐらい素早く1本バクテリア1匹のアセンブルができるわけですね。で、これで終わってまして、でこれの結果を見たいときにはここのビューを叩いていただきますと、この結果をご覧になることができます。ベルベットで DRR、この00001ですねをかけまして、コンティングが752本になりました。まあ、これ今から一生懸命 PCR とかでつないでいかなきゃいけないんですけど、まあ、そこそこなコンティング数に収まってます。でトータルコンティングサイズがまあ約4メガですね。で、一番大きいコンティング、一番大きいコンティングというのはつながった配列ですけど、一番長くつながった配列が170キロで、一番小さいのが45とかですね。で N50 というのは上から数えて、真ん中になるコンティングより長いものが
どのくらいの長さかなんですが、27.8 キロ、まあ、そこそこの解析ができていることが分かります。で、結果はですね、ここですね、WGS の結果のファイルをここから落としていただければ、つながった、まあ、752本のつながった配列っていうのが、できてきます。で、ここから先は、まあ、ブラスター当てるなりしてアノテーションつけて、まあ、1本仕上げるというような仕事になるわけですけど、まあ、ざっくり初めの解析としてはこのぐらいポチポチして、大体750本というのができるというような処理ができます。まあ、こんな感じなんですね。で、これがまあ、デノボのアセーブル の、 やり方です。で、次はこちらの、マッピングの例を、ご紹介というか、まあ、途中までちょっと手を動かしていただいて、さすがにやっぱり投入のところはあまり大勢でやりたくないんですけど、途中のところまでやっていただこうかと思います。で、マッピングはこのリファレンスに対して、ありもの、まあ、例えば RNA シグなどを、まあ、マップするという作業なんですけれども、これ先ほどDRA サーチで見ていただいた、ものの中の2番目ですかね、インスティテュート・オブ・プラント・アンド・マイクロバイオル・バイオロジー・アカデミアというところがやったゲノム・ワイド・デテクション・オブ・コンテクスト・センシティブ・オルタナティブ・スプライシング・イン・アラビトプシス・ルーツというスタディのデータをアラビトプシスのリファレンスに対してマッピングしてみましょうというのをやってみたいと思います。もう一度、まあ、最初から、PDDBJ ニューエシ JP あるいは、DDBJ パイプラインから、をサーチしていただきますと、もう一度トップから、ちょっと入り直してみたいと思います。で、ログインアズゲストですね、まあ、日本語だとゲストとしてログインから入っていただいて、で、まあ、この画面になります。で、まあ、さっき検索したシロイナズナの RNA-seq の、ですね、アクセッションナンバーを覚えていれば、ここに、貼り付けるということになります。で、DRA サーチから、もう一回アラビドプシスアラビドプシスアリアナでスタディタイプで RNA シーケンスで、検索いたしますと、まあ、これですね、今もしリファレンスがすでにあるようなものをですね、例えばマウスであるとかですね、ゼノパスであるとか、ご興味のあるものがあるんであれば、ぜひこの例でなくてご自身で何かを探してマッピングのにかかるところまでやっていただけると面白いかなと思うんですけれども、この、こうですね、SRA-044892 を使ってじゃあマッピングをしてみようというような場合には、このインポートパブリック DRA というところからですね、ここに、そのあれ貼り付かない、Windows のコピー&ペーストがわかんないな。あ、そうですね。アクセッションナンバーを貼り付けていただいて、で、Add My DRA Entry に押していただきますと、しばらくしたらインポートが完了します。で、実は、これはですね、昨日か一昨日かやってるので、どっかにあるはずなの。ありました。この、昨日私が同じようにインポートした SRA-044892 のデータがここにありますので、これはすでに、ロードされてますので、まあ、これ、まあ、今おっしゃっても大丈夫ですけれども、押さないでもロードされております。で、自分が探した自分で、サーチされたデータをロードしたい場合にはぜひここに貼り付けて、まあ、アットしてみてください。で、そうしますと、ここはインポートするところでして、で、こちらのプライベート DRA エントリーの中に、
すでにそのデータは入っています。で、何でしたっけ、SRA00448924482 のデータはこの、セレクトメタデータを調べていただきます と、4489には入っておりますので、これを選んでいただければ、データが出てきます。でここのところは、サブミッションサンプルスタディエクスペリメンタルランの、データで、実データのところは下に出てきます。でこの、データの中の実データとしては2個の、ランじゃなくて X だからエクスペリメントですね、2個の実験データがありまして、両方選んじゃってもいいんですが、どちらか実験条件によって選びたいものがあればここの、条件をビュー読んでいただいて、どちらか好きな方を選んでいただいてもいいんですが、とりあえずここ2個選んで次へ行っちゃおうと思います。そうするとまた先ほどと同じようにですね、じゃあどの、マッピングツールでマッピングするのというのを聞いてきますので、一番新しいところで防体2あたりが評判がいいし早いという評判だからこれ使おうかねと、で、防体というツールでマッピングすることにします。で、選んだら NEXT を押していただいて次へ行っていただいて、でここペアードだったら先ほどみたいにペアードのレイアウトが何であるかというのを見るんですが、ここの今ロードしたファイルはシングルのファイルでしたから、特にレイアウトを選ぶこともなくてこれとこれ使いますよと選んであげてコンファームしてあげれば、じゃあこれ使いますねという確認が出ますので、これで NEXT に行っていただければ結構です。で、何に対して貼り付けるかなんですが、これデフォルトのアラビトフェスなのは ABC 順だからというだけの理由なんですけれども、今たまたまアラビトフェスのデータですからこのままアラビトフェシスで、ゲノムセットは、ちょっと前のものをいつもラボでお使いだったらテア9ですし、最新のものであればテアの10を選んでいただければよくて、で、全体を選ぶかクロモソーム全体を選ぶか、それとも特定のクロモソームだけ解析したいんであればどっかクロモソームを選んでいただけると処理が早く終わります。ここではとりあえず全部、クロモソーム5本全体に対して、マッピングしますよということで、このように選びます。あるいはオリザサティバ、別の種にマッピングするというのもどうかなと思いますけれども、それぞれお使いの生物種によって、プリセットされているゲノムはこれだけの種類があります。でもしここになくて、自分のデータを使いたいよという場合にはここから、リファレンスの配列を、これはこれはユーザーがすでに登録した配列ですね、このゲストアカウントで登録したものですけれども、この、一番下のダウンロードはアップロードリファレンスというところで、お使いになりたいリファレンスのデータを、指定することができます。今ここのメジャーゲノムセット の中になかったけれどもすで、に配列が決まっていて、で、これをリファレンスとして使いたいと、リファレンスのゲノムとして使いたいという配列がある方はここからアップロードしていただければ、あるいはレフシックの ID が分かっていればすでに公開されてつながっているものは NCBI に登録されていればその ID 入れていただければそれをお使いになることができます。でここでロードを押してしばらくしたらここのユーザーオリジナルセットの中に出てきますので、ここから選んでいただければ結構です。でここでは繰り返しになりますけどすでにメジャーなセットは登録されているアラビドプシスなのでこれで、染色体全体に対してマッピングしてくださいよということですね。でここでこれで NEXT と言っていただきますとまたどのようなパラメーターで どんなオプションをつけるかというのを聞いてきます。ここでもとりあえずデフォルトのままでよければ NEXT を押していただければ、最後の確認画面が出まして、で、この先ほど SRA サーチで取ってきたアラビドプシスのルートの、なんちゃらの RNA シックを使いまして、アラビドプシスの最新バージョンの、全体のゲノム全体に対してマッピングします。でパラメータはこれですということで、ランできます。で、ここにまた
連絡先を書いてあげてですね、まあ、すぐには終わりませんので、終わったらメールが来ますので、ここに連絡先書いてあげて、あとは LAN を押せば、回り始めます。でここでも、まあ、割と時間のかかる処理なので、この時間内で終わらないので、あらかじめやっておきましたというのをご覧に入れますが、まあ、LAN を押したと思いまして、ランをしたつもりになって、じゃあ、ジョブステータスはどうかなと、マッピングのステータスを開いてみますと、これですね、私が昨日の夜中の11時ぐらいに、まあ、この講習会のためにかけまして、で、23時23分にかけて、大体56分で終わったのか、0時過ぎに、本日の、夜中に終わった。この、SRA044892 で、防体2で、アラビドプスにマッピングしたというデータがありますので、が終わってますので、ここのディテールのビューを開いてください。で、そうしますと、これはですね、マッピングですので、ここにマップレシオというのが、出てきまして、このマップに対して、マッピングしたいデータ、まあ、要するに RNA-seq ですね、mRNA のデータが、590万本ありまして、で、そのうちの約500万本がマップされましたと。で 85%、かけた配列のうちの 85% が、この、リファレンスのマップの上に乗っかりました。あとは、あとマップされなかった部分というのはものすごい汚かったか、あるいは、なんかアセンブルされてない領域なのか、アラビドプスだとそれはないと思うんですけど、あるいはコンタミか、なんかそんなようなものだと思います。で、カバレージはですね、119メガあるアラビドプシス全長に対して、298863666なので、それで割って100をかけると、25% カバレージが、というか、なんて言うんだろう、これ25カバレージは25ということになります。で、デプスですね、被覆度、あ、じゃあ深度、こっちがカバレージが被覆度で、デプスが深度になりますけれども、この、298メガになるのかな、が、違う、29メガか、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、29メガの、領域に、乗っかっているのが、38メガなので、12.8 の、 深度ですね、深さ、まあ、これがこれになります。1箇所に対して、大体鳴らすと12回出てきているというような、データになります。で、いろいろなだ、いくつかの処理の中間ファイルも全部落とせるわけですが、最終的なものとしてはここのマージドサム GZ というやつですね、サムファイルという形になっているものをダウンロードしてきて、で、まあ、今やったようなことは全部 こちらに書いてありますので、ぜひまた後でやってみていただきたいんですが、こうダウンロードしてきた BAM ファイル、あるいはサムファイルというこのマルチプルアライメントの、結果ファイルを眺めるためのビューワーとしてよく使われるものに、タブレットっていうのがあります。で、これはここからダウンロードしてくると、お手元の Mac あるいは Windows で使えますが、この BAM とか SAM とかいう最終ファイルをダウンロードしてきて、こいつに読ませますと、こういう、ちょっと小さくてあれなんですが、まあ、こういう形で一つのリファレンスのファイルの上にこういうふうに並んでいるですね、マップしたリードが並んでいる形で、ビュー見ることができます。で、もう一つよく使われているビューワーとしては IGV というのがありまして、でこれはブロードインスティートから落とせるんですが、まあ、同じように一つのリファレンスの上にこう、どのくらいの量で、マップされたかというようなことが、あるいは、詳細ズームして眺めることができます。
で、こういう形で、元データ、すでに公開されている元データであるとか、あるいは業者さんに発注して、やってきたデータというのをスパコンの上で簡単にマッピングなりアセンブルなりして、あとはダウンロードしてきたものをお手元の Mac なり PC の上で眺めるということが、割と簡単に可能な経緯を作りました。で、今これ、全部ゲストアカウントでやっているので、やった皆さんゲストアカウントで入った処理っていうのはそれぞれが全部筒抜けで見えちゃうことになりますので、そうではなくて、ご自身の結果というご自身の解析というのは隠しておきたいと思いますので、まずアカウントを、取ってください。でそれはここの新規アカウント作成というところから、もちろん無料で、ご自身のアカウントを作っていただくことができますので、自分の ID、望みの ID を入れて、E メールアドレスを入れて、お名前を入れていただいて、住所連絡先を入れていただければアカウントが作れますので、ぜひご自身のアカウントを作ってで、試してみてください。でゲストアカウントのままでも、処理はできるんですが、ゲストアカウントで実行していただきますとですね、我々がやったということになって、スパコンのなんていうか回転率の成果になりません。皆さんのアカウントでやっていただくと、あスパコンこんなに使われてるね、じゃあお金つけようということになりますので、ぜひお試しいただく場合もまずアカウント作っていただいてかけていただけると助かります。で、もう一つですが、もうちょっとややこしいことをやろうと思うと、早晩ですね、しょうがない、ログインして自分で手を動かさなければならない羽目になります。で、そんな時もスパコンの、アカウントを持っていると、ちょろっと膨大なんとかとか言って、コマンドを打ち込んでかけることができますので、ぜひスパコンのアカウントも取ってみてください。で、あって邪魔になるものではないので、ぜひ、取っていただいて、気が向いたら使っていただきたいなと思います。この大体の解析はこちらで、ポチポチやってればできるように、作り込んだつもりです。で、足りないリファレンスであるとかですね、あるいは、これ、使いたいツールが、プリセットされてないよというような時にはぜひ、ご連絡ください。でこのあたりに、順次足していきたいと考えています。というわけで、これもちょっと3時までの枠だったんですが、30分前に終わってしまったんで、あれなんですが、もし何でしたら、ちょっとここからの枠ですね、この DRS サーチで、ご自身のご研究に関係のありそうなスタディがないかなと、あるとしたら、じゃあどんな脳書きが書いてあるのかなというようなことをサーチしていただいたりですね、あるいはゲストで、すでに行われているこのジョブステータスの中にあるアセンブリーにどんなアセンブリーがあって、どんなふうにアセンブルされているのかといった、どういうツールでアセンブルするとどのくらい時間がかかってどのくらいのパフォーマンスでできるのかみたいなことをぜひご覧になってください。あでもこれあんまり古いデータはあると邪魔なんで、1ヶ月以上経ったら捨ててますんであんまり見れないんですが、この見える部分はゲストとしてかけた結果が見れますので、ちょっとご覧になってみてください。で何かご質問があれば、お受けいたしますので、どうぞ。